皆さんこんにちは。ダラブリー、えー、母材横断クラスに関するガイダンス講義を開始いたします。えー、担当はレックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、ということでね、今日はあのー、2024年向けですね。えー、合格目標のお私どもレックで開講させていただきます税理士の。 母材横断クラスに関するガイダンス講義ということでございまして、えー、お時間、まあ、1時間弱です、えー、1時間弱というかもう少し短いかな、まあ、4 5 0分頂戴いたしましてですね、えー、こちらの講座の方を担当させていただきます私の方からですね、えー、この母材横断クラスの特性などをいろいろ皆さん方にご案内をさせていただきまして、まあ、今後ですね、えー、税理士のご受講をお考えいただいている皆さん方に一、まあ、つ、えー、選択肢に挙げていただけるとありがたいということでですね えー、この母材横断クラスについてのご案内をお極力、まあ、コンパクトにお話しさせていただくというのが今日のガイダンス講義の、まあ、目的でございます。でこれはあくまでもガイダンスなんであの勉強ではありませんからあまあ少し気楽にね、えー、お話の方を聞いていただいて REC という学校ではあこういうクラスをやってんだなということで、まあ、将来的にね税理試験のおご受講というものをお考えいただくにあたってね、まあ、ぜひ えー、一つ選択肢に挙げていただけるとありがたいなということで、えー、ご案内の方をさせていただくというところになります。で私ね、えー、今日パワーポイントの画面とあとまあこれ既にもともとご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれませんし見たことないよっていう方はホームページのデジタルパンフご覧いただくこともできますんでね、まあ、当然紙ベースのものもお送りできますがあこの2024年向けの税理士のおパンフレットですね、えー、これらをちょっと使いながら まあ私が担当させていただきますこの母材横断クラスについての特徴であったりあとはどういう講義目標を持って私の方で講義をさせていただいているかということを少しねお話しさせていただければなというふうに思います。でこのですね母材横断クラスね母材横断プレミアムとかエッセンスとかまあ細かい話をすればいくつか設定はあるんですけどもこの母材横断クラスというのはですねまあその通り 税理試験におけるところのいわゆる会計科目と呼ばれるもの「簿記論」という科目と「財務省論」という科目ですねでこの2つの科目を同時学習することによって、まあ、1年間で2科目の合格を目指しましょうというのがこのクラスのコンセプトでございます。ね、でこれに類似するような講座っていうのは私ども以外の他校さん ね、他にもいろいろ学校さんあると思うんですけども今タさんでもこうういいっったコンセプトのの講座っていうのはね多数展開されております、ね、多数展開されるようになってますがあ私どもある意味これをメインだったコースとして構成させていただいて実施を始めたのはある意味元です、ね、この点に関してはまあ私どもですね、えー、大変な自負を、まあ、勝手に <laughs>、ね、勝手に自慢がてら持たせていただいてるところがありましてね。 えー、もう当時ねまあ一番最初の時は当然私担当ではありません、えー、先輩の講師がですね、えー、講座の方を担当させていただいたというところがあるんですけどもお私でちょうど母材横断クラスの担当講師は3代目なんですね3代目三 <laughs>、ねえー、代目でございまして先0先代があこの講座をね、えー、一番最初に運営始めたというところがあってもうなんだかんだ言って20年弱ぐらいです。 えー、結構な歴史がある、ね、で私の方で担当させていただくようになってからもうなんだかんだで10年ぐらい経ってますんで、えー、それなりのスパンでですねこののの講座の方私の方も担当させてていただくようになってるんですねで当時はね当時はあ、まあ、税理試験のね会計科目今申し上げた「募金論」という科目と「財務諸論」という科目はそれぞれ別立てで募金論を受けるためには募金論のクラス財務諸論を受けるためには財務諸論クラス。 それぞれぞ完全に分離していていだから1年で2科目同時受けようっていう人は単純に2コース2コースを同時に勉強しなきゃいけなかったんだよっていうのがそれまでのね一般的な講座設定だったんです資格予備校のね。ただあの同じ会計科目でございますんでねこれ僕も自分で勉強やってた時のことを思い出すとよーく覚えてるよく覚えてるんですけどね僕の場合には初年度に「簿記論」という科目をやりました。 で、翌年に財務諸表論という科目に入ったんだけど、あのね。簿記論で勉強した話とよ。財務諸表論で勉強する話、結構ダブります。まあ、感覚的な部分で言うとね。78割被ります。で78割被るんだけど、今ご案内した通り私はですね。一番最初に簿記論という科目をやってます。で、当然ですけど、1年間簿記論という科目を勉強することで、もう本試験受けると。 で実際にまあ、幸い合格したというところがあるわけですけども本試験受けて合格するまでのところまでもう自分で勉強して一生懸命やりながら当然学校のね、えー、指導を受けながらというところになりますけどもお1年間勉強することで記論がその合格レベルまでもう力持ってったわけですよ。ででそれで8月の試験が終わってね でそうすると僕が勉強した時っていうのは大体9月に勉強を始めるっていうのはスタンダードな講座だったまあ今でもそうですけどもお9月ぐらいから受験勉強翌年の試験に向けて勉強を始めるっていうのはスタンダードなんで9月にねじゃあ財務諸評論次の科目やりましょうっつった時に本当にですね9月から始まって12月ぐらいまで、まあ、財務諸評論は理論っていう論点があるからそこの部分は多少置いといてね当然半分は計算なんですよ。で同じ会計学に関する計算をやるんですよ。 で、何が生じるかっていうと、9月から12月ぐらいまでは、まあ、一応授業は当然受けるんですよ。で受けるんだけどね、ほとんど復習しなくても、毎月毎月まあ月例試験みたいなの僕が通ってた学校やってたんですが、あのー、自慢でもなんでもなくて、これみんなそうなんですけどね、あのー、勝手に点数取れちゃう。ね、普通にやっぱり90点ぐらいは取れちゃうんですよ。 なななんんででっつったら僕が頭いいいとかそんなの全くないですよ、まあ、どちらかというとそうじゃないタイプの人間なんであれなんですけどこれねやっぱり前の年に簿記の本を合格レベルまで持っていってますから当然それなりの計算能力身についちゃってるでしょ。にもかかわらず財務諸評論の授業が9月から始まった時にもう一からやり直すんですよ。のね、で「現金って何ですか簿記の世界で現金ってどれのこと?」そこから入るんですけど。 そんなのさすがに簿記論の本試験合格レベルまで勉強してる人にとっては意味ないじゃないですかでしょでそっから入るんですよでまあ基礎だから大事なことは間違いないんだけどもさすがにそれはねやっぱり授業を受けてつまんなかったでその授業の時間が結局ただの苦痛になっちゃってねむしろ学習効率っていうのかなあ計算能力をこう落としてしまうっていうような要因になったなっていうのは自分自身も振り返って思うんです でそういった無駄なことってやっても仕方がないし当然皆さん方が税理士試験の勉強される最大の目的というのは税理士になるためすなわち税理士資格を手にするために勉強されるわけですから、ね、あくまでも税理資格を手にすするってのはゴールじゃないんですよただの入り口に過ぎない、ね、だったらそのスタートラインに立つすなわち入り口に立つまでの時間ってどんなに時間かけたっていあまり意味ってなくないですか当たり前だけど早くスタートラインに立って そして税理士だったら税理士としての肩書きのものをその知識を使いながら実際に業務に従事するそうすることによって世に貢献し自分自身もそれに伴ってね比例する形で、まあ、例えば生活水準が向上するとかそういった形につなげた方の方が当然いいわけですよだから、まあ、これは人によって見方はいろいろだと思いますけど僕は個人的に受験勉強っってて長くやることとに意味ないと思ってますえ当然ですけどこんなものは短い方,の方がいいに決まってる。 ねで、大事なのはスタートラインに立ってから何をするかなので、あってスタートラインに立つまでの時間を長いこと取ったってしょうがないんですね。で、僕は思ってるんです。で、そうなるとやっぱり自分自身のことを考えても、もう議論に張って財務省論やるって2年かけたら無駄だったなって本当に思います。本当に呼ぶで、おそらく皆さん方もそういうところは共感していただけると思うんですよね。同時に勉強できるところがあるならばすなわち。それだけ知識が重複する。 受験のたために必要ななな知識が重複するるんだったら、何も分けてやることないじゃないとね。簿記論・材票共通の知識として7割型計算分野については使えるんだったらその前提で一つの講座の中で一つの講座の中で「愛、ねはい、こういう形の処理しますよ」で、その知識を使った簿記論の問題解いたり材票の問題解いたりできるようにした方が当然効率性高いわけです。ね で当然これはもうみんな分かってたことなんだけどやっぱりなかなか予備校さんいろんなところやらなかったんだけどもやっぱり私どもねそこは一歩勇気を持って、えー、新しい講座作ってみようということで始めたのがこのボザイオーダーのクラスでですで大変これ幸いなことにご好評頂い,いておりましてまあ例年ですね多くの受講生さんに選んで頂い,いているところもあるしまあ毎年毎年ですね幸いなことに簿記論材表ダブルでの合格多くの受講生さんが果たして頂い,いている。 でちなみにまあ,あのこれは私自慢していいと思ってるんですけど、えー、おととし去年ね、えー、試験年度で言うんだったらばあ2022年2021年この2年間はですね大フィーバーでございましてあの皆さん方のちょうど先輩にあたる受講生さんたちですけども多くの多くのダブル合格者が出ました非常に多くの方々が合格してくださった。ね ねこのパンフなんかもぜひ一回ね目を通していただきたいんですけど私のね通学のクラスに出てくれたあ女性の方がですね今回は合格体験記を書いてくれました彼女なんかはねもう本当に勉強始めてすぐぐらいの時に私合格体験記書きますから言ってくれてましたよ。ね,ね言ってくれてねまああのー、言葉通りというか、ねまあ、少しご謙遜されながら書いておられますけども、まあ、非常に一生懸命頑張った方でね まあ、ご本人が一生懸命頑張ってくださったからっていうのは当然一番でかいんだけども無事初年度ダブル合格していただいてますでそういう方は他にもいらっしゃいます当然いらっしゃいすでこういった形でですね多くの成果いい結果というものを出すことにもつながってるのがこの母材オーダーのクラスでございますんでね、まあ、当然私ども予備校の最大の使命というのは皆さん方に合格をしていただくとそのために、えー、合格に必要なノウハウをご提供するというのは私たちの仕事ですから。 あ皆さん方に合格をしていただくというのが何よりもね私どもの最大の喜びであることは間違いないんですがまあ今のところとり特にですけど近年ですねダブル合格の方々多数おいでになるというような状況もありますんでまあ皆さん方にもね是非その中に加わっていただければということで本日はガイダンスの方をねさせていただくというところになります。でまあ何からお話ししようかなというのもいろいろあるんですけどもまずね 皆さん方の中には、まあ、これから税理試験の勉強をやってみようと考えてるんだけどまだそんなに各科目の特性みたいなもの知らなないいいよとう方もも多いと思うんですで。各科目のの特性みたいなものはまだわからないよっていう方もおいでになるとは思うんだけども、あのー、一応ですね税理試験に関してはちょっとこの先にこのパンフレットでねご案内しますけどもおデジタルパンフでも結構ですが私のこの母材横断クラスのパンフレットちょっと9ページ側っていうのをね 移しま,すまあこれから画面映しますからね、えー、お手元とかデジタルパンとか内容っていう方はこちらでご覧頂ければいいんですがざっくり試験制度についてまずご案内ですよいしょ、ねまあこれ税理試験の大きな特,、ね、特性なんですけどね魅力的な試験制度という形になってるんだけどあの試験科目税理試験っていうのはですねですか相当科目が多い。で相当科目が多いんだけど ここに載ってる科目をね。全部受験してください。って、そういうものではありません。そういうものではないね。で、実際の本試験は科目ごとに実施がされます。科目ごとに実施されますから、まあ、私が担当しているこの菩提王団っていうのは、簿記論という科目と財務諸表論という科目の合格を目標にするんですね。1年間で2科目同時に合格をしましょうという目標でやります。まあ、これも細かい話だけどね。税理士試験って毎年大体8月の1週目ぐらいに行われます。 まあ多少ね、えー、時期的にずれたりっていうのもあるんですけども、基本的には8月の第1週、第2週あたりに実施がされるんですね。<laughs> でその上でね試験の初日、税理試験の試験の初日はまず朝一番に簿記論という科目をやります。これがねもうこれだけあるんですよ。初日の一番目の科目は簿記論でこれが2時間の試験ね。 でこれが終わるとまあ適当な時間が空きまして一時間とか一時間半とか間があって二科目目が財務諸論なんですでこれも二時間ですで全ての科目が試験時間は基本的に二時間なのねで二時間でまあ皆さん方ご自分が選択された科目が実施される日に実施されている時間で試験を受けていただくんだけどもまあ科目がすごく多いんですがすごく多いんですけどこれ全部受けてくださいってそういうもんじゃないですよ。 税理試験っていうのは科目合格方式って言ってね例えば初年度に募金論を受けたでしょ。で募金論で無事合格されるとその合格募金論という科目の合格は将来に皆さん方が一生ですね合格者としてお持ちになれます。これ消えないんでででですす回受かっったらもううずっとと合合格者ですで都合で言うと これだけ科目のある中で5科目合格を勝ち取っていただいたらばその段階で税理士となる資格を有するものねいわゆる官報合格とかって呼んだりするんですけども5科目揃った段階でで税理士さんなるる資格を有すす。ことができますただその5科目っていうのは本当に自分の好きなものだけ選べばいいよってわけではなくて一定の制約があるのね。で私が担当する簿記論財務諸評論母財横断はこれを同時に合格するって目標なんだけど。 募金財務諸評論っていうのはこれ必須科目ってなってて必ず合格しなくてはいけません。だからこの2科目はまず選ばななきゃいけないけで2科目ここで合格したら残りは個別の税法ごめんなさい個別の税法の中からご自分が興味があるものを選んでいただいて合格していただくというところになります。だから税法っていろいろあるからね、えー、この中で自分の好きなものを3つ選ぶんですがただ3つ選ぶっつってもここでもちょっと制約があってね 必ず取らなきゃいけないのが法人税法か所得税法これどっちか必ず取らなきゃダメあの2つ取ったっていいんですよ2つ取ったっていいんだけどちょっと法式税と所得税ってのは図抜けてねあのボリュームが多いんですでボリュームが多いからちょっとなかなかねただあえて厳しいところを攻めてくっていう人もいらっしゃいますから 法人税と所得税どっちも受けるよ。って方もいらっしゃいますが、少なくとも法人税所得税はどちらか1個は受けなきゃいけない。例えば所得税を1個取ったということであれば、後の2つの税法はもう。どれでも自分の好きなものを選べばいいよと。いう形です。で、都合で5科目取っていただいた段階で税理士となる資格を有するものになりますね。 で実際にまあ税理士登録をするって話になるとまた合格した後にね一定の実務収集期間を設けなきゃいけないとかっていうのはあったりするんですがあーまあ基本的に5科目揃った段階で税理士資格を手にすることができるとこういう話です。でこれが試験制度。だから毎年1科目ずつね着実に合格を積み上げていくことができるっていうのが税理士試験の大きな特性になりますから、まあ、そういう意味からもね あの社会人さんの受験生さんがやっぱりウェイトとしては多いっていうのはあるんだよね。ね。でこれがまあ税理試験の特性ですよ話です。で税理試験の特性科目はこういう形になるんだけどあともうちょっとね知っといていただかないといけないのがこれなんです。まあご承知の方も多いと思うんだけど受験資格あります。ね。まあ税理試験ね。まあ今ね国家試験各種の国家試験考えても受験資格なんか設定してる試験だん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 減ってはきてるんだけどね。 相も変わらず税理士は一応受験資格の類はあるんですただこれそうは言ってもね大きな変更がありましたね、これ令和5年度だ皆さん方2024年の受験を考えておられる方々だから2023年の試験からですね、えー、これね令和5年度の試験からはい変更が入りましてね私が担当する簿記論という科目と財務諸表論という科目 ここだけは受験資格なくなったんです。誰でも受けられるね。誰でも受けられる。ただ今,今現在ですよ。今現在で言うと税法を受けるためには受験資格があります。まあ、基本的には大学分系で法学経済学なんかを専攻してますよとか。いあとは日商簿記一級全形上級合格してますよとか。ね。あとは職務経歴によって受験資格が与えられたりっていうのもある。 で一応今現在は税法を受けるためにはこの受験資格は生きてますからあ長い目でね、えー、税理資格、まあ、全てとろ整えるためには当然これ揃えなきゃいけないんで受験資格がないと税法は今現在受けられませんので、えー、一応その点はご考慮いただく必要はあるんですがただまあ普通に考えるとねキロ論と財務省論一生懸命頑張って合格したのに受験資格がないことで税法を受けさせませんってそれはおかしいんですよ本来的には。 ね、誰か聞いいたとおかしいでしょ、ね、で税理試験の簿記論財務省論を合格するような能力を持ってる方がよ受験資格ないだけで受けらんないとおかしいですからこれはね分かんないですよ。あんまりね適当なこと言うのもあれですけど、まあ、いずれはこれ改正は入ると思いますけどねいずれは改正入るとは思いますけど今現在はまだ法税法に関しては受験資格を課してるというところはあります。ね。 まあそうは言ったって会計科目だけでも受験資格なくなっただけでもでかいですけどね昔はだってあの会計科目受けるためにもこれがそのまま受験資格でしたからねでそれがまあ徐々に徐々に緩和されてるというのは状況としてはありますでまあこの点も少しご検討の時にはご考慮いただく必要はありますんで、えー、受験資格的なものこれがですね税理試験についてはいまだ残ってます全て撤廃されたわけではありませんあのその点は 当然勉強を始めになるにあたってはあご自分が受験資格該当者なのかどうなのかっていうことは一応ご検討いただいた方のがご確認いただいたただ方のが無難ではありますよ、ね、で今僕言った通りおそらく将来的には多分税法に関する受験資格は会計学に科目これを受かったんだったらなくしますと、まあ、言い方変わり簿記論財務省論が受験資格になるというふうになるかなとは思いますけどね。ただそれはあくまでででも僕の予想でしかないんで これは法律の問題ですから私たちがどんなにおかしいっつったって、ね、お国が変えてくんなければどうにもなんないんでね、まあ、何とも言えませんけども、まあ、将来的ににはは普通に考えればなくなくるとは思うんですよ少なくとももぎ論財務省受かった人であれば受験資格は与えられると思うんですが今現在は税法に関しては受験資格は生きてますからそれは税理資格をねやってみようと受験勉強してみようと思われた際には一つ検討の内容としては ご考慮いいただく必要はあるという,ふうに思例まば、ねまあ、これが税理試験の、ね、受験科目であったり、えー、受験資格に関するご案内なんですけども、まあ、その中でね工藤けどこの母材横断のクラスというのは、ね、1年間の勉強を通じて「簿記論」という科目と「財務諸表論」という科目を同時に合格していきましょうと。ね、同時合格を目指して、ね、2科目同時合格を目指して それ専用の講座カリキュラムを構築させていただいておりますから、まあ、そちらをこなすことによってですね1年間の勉強で2科目合格もう勝ち取ってしまいましょうよと、まあ、これをコンセプトに、えー、講座運営させていただこうというのはこの母材横断のクラスであるというところなんですね。でなんでそれが可能なのかといった時に、まあ、これは試験科目の属性、ね、属性ないし特性にも影響するんですけどもおちょっとですね 募金論という科目と財務諸評論という科目の特性を僕パーポン作りましたんでちょっと見ていただきたいんですがあのねいわゆる税理試験の会計科目まあ工藤だけど募金論という科目と財務諸表論という科目はそもそも試験の構成試験問題の構成がどういう形になってるかっていうと計算のみが出題されます計算って何のことというふうに思われるかもしれないですけどこれ皆さん多くの方々は「い」 税理試験の受験勉強、ね、受験をお考えいただく方々って大体あの簿記の勉強ってやったことあると思うんですよ。であのここで言う計算っていうのはですねまさに日照母規検定の3級とかまあ簿記やったことないよって方も中にはいらっしゃるかもしれませんけどもまあ多くの方々はそういう経験をお持ちの方だと思うので簿記の学習経験をお持ちの方々はここで言う計算というのは日照簿記検定の3級2級の問題あるでしょあれですよあれ。 仕分けやって集計やって資産表作りましょうとか PLBS 作りましょうとかあるじゃないですかあれですあれだ同じような話です同じような話でつって言ったらあんまりも軽いですけどねあの簿記論の問題っていうのは要はい日商簿記免での三級とか二級と同じような形でありますい同じような形でありますただ当然内容は違いますよ当たり前ですけどお税理試験の方のがまあ当然比較にならないぐらいレベルは高いし え問題の量も膨大に増えますただここでいう計算というのはその簿記の問題ね日照簿記検定の3級とか2級みたいな形の問題だけが出ますよ、まあ、それが簿記検定ご学習経験ある方ないしは直接試験を受けたことなくてもね簿記の学習経験ある方だったらそういう知識っていうのはお持ちだと思うのでまさに仕分けやって集計やって試算表作りましょうとかってそういう類のものがいわゆる簿記に関する作業が問われるよっていうのが簿記論です。 ね、で簿記の学習経験ない方向けにはあちょっと脇道それますけどもあの私どもの場合簿記全くやったことないけど税理士やってみたいんだっていう方向けに入門講座っていうのを別に作ってあります。でおおむねですけど、まあ、いわゆる日商簿記検定の2級までですね2級までで勉強する主軸の部分については あーその入門講座を勉強していただくことによって基礎能力を身につけられるように、ね、母材横断のクラスとは別に入門講座っていうのを作ってあってでこの入門講座に関しては教材であったりとかあ,あと調講料ですねこういった類のものは一切いりません。母材横断をお申し込みいただいた方は無料でそれを受けていただけるようになってますんで、まあ、そこはじゃ安心してね えー、そちらから勉強入って頂ければいいんですがいわゆる簿記に関する計算手続きだけが問われますよっていうのは簿記論特性です。で対してもう一つの財務諸評論っていうのはどういう問題構成になるのっていうと財務諸評論はですね計算が50ですすなわち総配点のうちの税理、まあ、試験でいうのは100点満点ですからあ100点満点のうちの50点は計算問題。で残りの50点が理論の論述なんですね。 でこののの理論の論述ってのは結構ね最初ギョッとされる抵抗感感じる方もいらっしゃるんですけど、まあ、理論というと難しく見えるんですけど要はねこれちょっと受験簿記の学習経験ない方イメージしにくいと思うんですけど簿記の勉強をやったことある方ちょっとイメージしてだくとね産休とか勉強を始めた時に決算向かうとと形固定資産に原価消却機の計上とかってやるでしょ商売で使うための自動車があります。 自動車を一年使ったんで、じゃあ、いくら減価償却を出して記録しましょうか、やるじゃないですか。で、あの減価償却の計算であったり、仕分けをしましょうっていうのが、もちろん財務省論共通ですけど、計算問題で出るんです。ね。で、まさにそこで出るんだけど、財務省評論でいうこの理論ってやつ。財務省論でいう理論ってのは、何が引かれるのって言ったら、今申し上げた減価償却を例にとると、減価償却の目的って何ですか?。聞かれるんです。 減価償却費の計上を行う目的は何ですかって聞かれるからあと回答枠が設定されてるんでそこに文章書くんでしょこういう目的で減価償却はやるんですよとかでそれ以外で言えば例えば貸し倒れ引き当て金の設定やったりするでしょじゃ貸し倒れ引き当て金って何のため設定するんですか聞かれるからこういうためですよって答えるんですよね。だから理論中だって当然ねここで聞かれる話っていうのは 理論のためだけの話ではなくて、計算の内容、を普段皆さん方が簿記の問題を解くときにやってる計算の内容あるでしょ。その根拠を書いてくれた話です。ね。だ理論は理論でしっかりやっていかなきゃいけないところは当然ありますけども、ね。まあ、ベースとなるのはやっぱり計算の能力なんですね。で、こういった科目が設定されてますよっていうのが、あ、J リ試験ね、これの大きな特性です。 で私どもがあ設定させていただいている母財横断はこの母規論と財務諸論を同時合格するということを目標に講座の設定をせさせていただいているとまあ、こういうとこなんだね。でこんなのが前提だよというところを少し見といていただいた上でねえはいもう一個くっつけました。ね、いずれの科目目も60点がが合合格格安ですですす実質的には上位10が合格する相対評価となります書いたんですがあのね税理試験ってね すべて100点満点で実施されます。だボ記論も100点満点、財務諸表論も100点満点。で一応合格の目安って60点っ言われるんです。60点。で60点取ったら合格よというふうに言われるんだけど、ただあくまでもこれは目安です。目安です。科目によってね全然違う、全然違う。で全然違っててねあのー、これ端的な話なんですけど。 まあ、私が担当させていただく母材横断というクラスの特性に関して言うとね「簿記論」という科目はね例年ですよ。例年2時時間間の試験時間で問題解くんだっってさっき話ししたでしょで2時間の試験時間で問題解くんだけどね1年間にわたって一生懸命勉強した方々が本試験の会場行って簿記論の問題解いても2時間では終わりません。終わりません。普通終わんない。 全部回答しきるなんか無理です。あのー、これもね日照簿記検定の3級とか2級の学習経験ある方ね。特に受験経験ある方わかると思うんですよ。日照の簿記検定とかっていうのは基本的にですよ。まあ、最近2級の試験なんか非常に量も多いから大変なところはあるんだけどもあるんだけども。基本的に日照の簿記検定っていうのはそれぞれの制限時間でほぼ問題は解き終わるぐらいの量しか出してないんです。3級だったら1時間今の試験ね。 3級だったら1時間でしょで,1時間で解き終わるぐらいの量を出すすんで,すで2級だったら1時間半でしょで2級だったら1時間半でまあ1時間半で正直時き終わらないような問題もありますけどもただ多くの場合は1時間半で時き終わる程度の量を出してくるんですあくまでも日照簿記っ,ってそういうもんなんだけど税理試験特にこの簿記論という科目2時間の試験時間で時き終わる人はほぼいませんほぼいませんっていうか あの一から十まで全てよ。ね、一から十目で全ての論点をしっかり回答して、で、貸借対照とかの縦形まで全部合わせて。そこまでの回答手続きが終わるという意味で言えば、二時間で終わる人って、まあ、ほぼいないと思います。えー、毎年受験者の中に、十、うん、人いないんじゃないですか。十人なんか、絶対いないと思いますよ。あの、それぐらい、それくらい量多いです。で、普通の受験者は、まあ、まあ、まず、まず無理です。二時間じゃ無理です。で。 自慢するわけけじゃないけど僕らもね例年本試験の時にうちのスタッフが問題取り行ってで問題を見て当日にね回答速報を出したり何だりするんだけど僕ね自慢じゃないですけど本試験の問題をその場で「はいじゃあ解きましょう」って話になって当然解くんですけど僕は自慢じゃないけど2時間じゃ終わんないですね。<laughs> ね終わらせだって僕らは普段早く解く練習なんかやってないですからでしょ はい、早く解くための練習じゃなくて皆さん方にその知識をお伝えするための練習は当然しますしそのためにどういうふうに講義をお話ししようということは考えますけども普段短い時間で問題解くっていうのはやっぱりそれを意識して日々やんないとスピードってどんどん下がるんでで普段僕ら早く解くための練習しないですからだって僕それが仕事じゃないんでお話しするのが仕事ですからですから僕なんかは自慢じゃないけど2時間じゃ終わんないです。っていうかあのおそらくほとんどの予備校の講師 ほとんどの予備校の講師が2時間で時を終わらないですよ。僕だってまあもとこのレックっていう学校に来る前、別の大手の予備校さんに言いました。で、その時の経験も踏まえて言いますけど、2時間の試験時間でボキロン全部解き切るっていうのはね、僕講師の講師の仲間と言ったらあれですけど、まあ先輩含めてですよ。一人しか見たことないですもん。その人はもうずル抜けちゃってます。<laughs> あの <laughs> 僕の先代ね、私の前にこのボザ母子親のクラスをご担当されてた先生。 まあ今でもねよその学校でちょっとご,ご活躍の先生ですがその方だけです。あのの人人ははすすすごごごかかっったた <laughs>、ね、<laughs> 本当にすごかったそでその人しか僕見たことないですもん。それぐらいです。でそれぐらいのもんですから普通の受講生研ぎ終わないんです全然無理。ってことは何が言いたいかっていうとこれ100点満点のうちの60点が合格目安だよって書きましたけどね5キロに関しては60点なんかなかなかいかないです。 普通の受験者は60点なんかいかないじゃあほとんどみんなわかんないの違います税理試験は目安は60点って言われるけどねこれ事実上上位10%が合格するようにこれ配点調整してます間違いなくしてますだからこれ実質的に競争試験です一応目安は60点とは歌ってるよ歌ってるけど事実上これは競争試験です何が言いたいかというと簿記論わかりやすいですよ論は 普通の受験生さんが1年間にわたって勉強やってきて一生懸命受験の準備やって本試験の問題解いても多くの場合初回解いた段階で60ってなんかいかないのほとんどいかないのみんなじゃあどうすんのさ合格者ゼロになっちゃうじゃんならないんですならないんですどんなに悪くったって10%ぐらいは維持するんですなんでこれは採点後に配点調整するんですよ配点調整で要はゲタ吐かせるんです で下駄をかせることによっておおむねだから皆さん方これはね会計科目だけじゃなくて他の税法でも同じなんですけど税理試験っていうのは基本的に競争試験です上位10%に入るのが目標ですえこれが大きな特性、ね、これが大きな特性なんですでそれをまあ皆さん方勉強を始めていただいたら常に認識しながらあ受験勉強っていうのはやっていただくところになるねえ いう話です、まあ、そんな特性があるんであったらちょっと知っておいてださい。じゃあその上でねそれぞれの科目をもうちょっと掘り下げましょうっていうことで、はい、これ代表的な出題項目出しました。まず簿記論です。簿記論は2時間で解く問題ですけど問題は大きく3つ出ます。第1問から第3問。問題出てね。で配点は基本的にほぼこのラインです。第1問と第2問が25点ずつ。で第3問が50点です。全部簿記の計算問題です。で日商のそれねえ で作文者の先生の特性としては第1問第2問は学者の先生大学の先生ですねで第3問は実務家と書きましたけどこれ公認会計士さんですで公認会計士さんっつったってあの公認会計士協会ってところの偉い方が問題を作りになりますでこれが一つの特性で問題構成はこういう形になるんだけどはい5キ論特性ですまずこれ計算とは言ってますね難易度が極めて高いです 各論点の計算レベルは非常に高い。端的なし、後でもお話し,しますけどね。同じように簿記の計算知識が問われるっていう意味では財務諸表論も問われます。財務諸表論も問われますけど、財表と簿記論の大きな違いって何ですか？計算のレベルです。え計算のレベルです。これこの後もお話し,しますけどね。いいですか？同じ簿記会計に関する計算知識が要求されますが、財表で要求される計算レベルと簿記論で計算要求される計算レベル、全然簿記論の方が高いです。 全然ボキロンの方が高いです。あの材表の方のがやっぱちょっととっつきやすい。ね。で比較をすると分かりやすいんで書いたんですが、ボキロンっていうのは計算の難易度極めて高いです。で、例年回答しきれぐらいの処理量もあります。まず2時間じゃ終わりません。これ大きな特性です。ね。まずこれが一点特性。ということは、ボキロンの合格戦術としては何が必要ですかっていうと、これなんです。そもそも2時間で終わんないんだから。えそもそも2時間で終わんないんだから。 まず試験会場行って問題チェックした時に解く問題解かない問題の見極めができるぐらい各論点のの正確なな理解と問題対応力の習得が必要にるんですすわかりますこれねちょっと今口で言ってもなかなか意味しにくいかもしれないんですけど多くの方々簿記に関する資格試験っていった場合にはやっぱり日照簿記検定の3級2級の学習経験がおありの方が圧倒的多数だと思うんですよでねそそもそもよ。 さっきの話に戻るけど、日照簿記検定ってのは1級まで含めてですねほぼほぼ試験時間内に回答が終わるということを想定しながら問題ってのは作ってありますからいや実際には僕の時は終わんなかったってある,ある,あると思いますよあると思うけども多くの場合は試験時間内にほぼほぼ回答終わるようにしてあるんです。ってことはよ日照簿記検定やるときに解く問題解かない問題っていう示唆選択ってあんまり関係ないんですよ。だって終わるから。 ただ税理試験は絶対ダメ絶対ダメ。めだってそもそも終わんないぐらい量がある終わんないぐらい量が出てんのになおかつですよできるかできないか分かんないものを一生懸命やったって意味ないんですよえだから問題をバーって出てる問題をまずチェックして自分が解ける問題解かない問題、ね、えごめんなさい解ける問題解けない問題っていうのを取捨選択しなきゃいけないで取捨選択して解ける解けないの取捨選択当たり前なんだけど解けるものについても 解ける問題についてもねかかる回答時間と得られるリターンをちゃんと天秤にかけなきゃダメなのすなわち多分やれば解けるだろうけども20分かけて解答枠が1個しか埋まらない問題よりはですか同じ20分で回答枠が6つ5つ、ね、埋まるような問題があればそっちから優先してやんなきゃいけないんですよ。わかりますそれを瞬時に判断しなきゃいけないんです。瞬時に判断しななきゃいけないいけってここととはどういうことですか 浅い知識でできるわけないじゃない。そうでしょう。ね、ああ、こういう論点で、こういう問題構成で、こういう形になってるってことは、おそらくこの問題に手を出すと、これぐらいの時間かからず。で、その結果として、回答枠をかけるのが二つだな。で、対して、こっちの別の論点に関しては、同じぐらい時間かかるかもしれないけど、回答枠は六つ丸な。じゃあ、どっちありますか。六つ丸方やるに決まってんじゃないですか。当たり前でしょ。だって、配点割合って、どっちの方が高くなる可能性高いんだから。そういう見極めがいるんです。 なら、できるものできないものっていう見極めは当然必要ですよこんなものは何だってそう日照物件ってだって必要です日照物件ってだって必要だけど税理士の募金論の場合ではさらにできるものについてできるけどやらないとかっていうのも出てくるんですすなわちたった1個の回答枠を埋めるためだけにですね20分も30分をかけたってしょうがないんですよ意味ないんですよ 同じようにできるものでも、より多くの回答枠が選べ、えー、埋められるであろうものをやっぱり選んでやっとかないとだめなんです。それぐらい問題の見極めができるところまで勉強してください。よっていうのが暴挙論なんです。あのね、資格試験特に会計学に関する資格試験っていうのは、日商簿記検定に代表されるように、基本的に試験時間に全部解き終わるような量のものを出しといて、その中での正答率で評価をしましょう。これ一つの出し方なんです。 じゃあ税理試験はそういう形になっての、僕の方はそういう形になってのさなってないんですよことですけどだって2時間で終わらないぐらいの量を出すでなんでそんなことやるんですかこれ簡単なんですまさにこれを要求してるんですすなわち膨大な量を見たときにできるものできないものできるけども非常に時間がかかる場合に回答枠が少ないもので同じぐらいの時間でも回答枠がいっぱい反映できるもの そこまでの見極めができるぐらいまで広範な勉強をやっといてくれっていうのが募金論なんです,んですそういうコンセプトでこの問題僕作ってると思ってんですよだって終わんねえんだもんで終わんないんだからえしっかりと点数伸ばせるように各項目の判断ができるところまで勉強しなさいとだってそれはそうでしょそこまでやってなかったらできないですよこれ もうちょっと変な言い方ですけど問題文見てねこういう言い回しの時はこうやって解いてこうやって仕分けするんだって暗記みたいな勉強をやったってそんなことできませんできないでしょだって何が重要で何が重要じゃないか分かってないじゃないですか解き方を覚えてんだけどだそんなのは要求してないだからちゃんと問題の本質をつかんだ上で解くもの解かないものをちゃんと見極めてねこういう形で問題作ってきますだから僕はもともと牧論の人間なんですよ。元々母規論の人間なんんでで僕よく言うんです 簿記論の問題で、求められるのは、知識じゃないの、知恵なんです。ね、知識で、簿記論は受かりません。簿記論っていうのは、知恵で受かるんです。知識と知恵。ね、似てるようだけど、全然違いますよ。知識ってのは、知ってんか、知らねえか、ですから。要は、アンケの話ですよ。ね、原価消却費の定額を、計算式、皆さん覚えてるでしょう、ね。覚えてるでしょそれは知識です。 その知識の話を前提して例えば取得減価推定逆算でやんなきゃいけないとかそれが知恵ですで、簿記論で要求されるのは知恵です知識じゃないえ知恵なんですだからこっちの方のがより高度な計算能力が必要になりますこれまず大きな特性ただもう一個財表の特性ね財務諸表論っていうのは第一問第二問が理論の論述ですで第三問が50点配点の計算問題ですまあ、財務諸表論ってうくらいですからこれ回答用紙は PLBS しかないんですね まあそこもちょっと簿記論とはまず違うかな。でこれが財務省論なんだけどはい特性です。近年のの傾向ととしして、て計算握り方の受講生に有利な問題がついてると書きました。これね本当に大事な話なんで僕赤に書いたんですけどあのね税理試験の受験生さんの中でもどうしてもね簿記会計の計算論点が嫌いだって人はやっぱりいるんです。いるんです。いるからそういう人ってねやっぱり第三もの計算嫌いなんですよ。 第3問の計算嫌いだから第3問の計算じゃなくてじゃあ理論の方で点数積もう考える人がいるんだけどあのね今の税理試験はそれ通用しないですよ。別に理論を頑張って勉強するのは悪いことじゃない。理論を頑張って勉強するのは悪いことではないんだけどもいそのい判断根拠が計算が嫌いだから理論を頑張る。ダメ。そういう人受かりません。今の試験はね 理論ってね、まあ学者の先生方が理論の問題を作りになるんですけど、かなり先生方が独自性を持った問題を設定されたりすることが多くなってます。当然伝統的な暗記で対応できるようなものってのも多いんだよ。それがざっくり半分ぐらいかな。で、暗記で対応できるようなもの、ね、伝統的な暗記で対応できるようなものがだいたい、まあ都合五十点のうちの半分ぐらい、半分ぐらい。 で残りの半分ぐらいはその場その場で新聞新聞の形になりますから自分の知識をまさに少し応用することでって倒しなきゃいけないみたいな形の問題に最近なってんですでね僕らが勉強した時代ってもう30年ぐらい前ですけど昔の財務諸評論って完全に知識だったんです。さっきの話じゃないけどねもう決まりきった質問があってこういう質問が来たらこうやって書けっていうふうにもう決まってたの昔は。 だから僕らがやってた時代の財務省論っていうのはこう聞かれた時にはこうやって書くんだ模範回答があるからそれをとにかく覚えたので極端な言い方すればですよ内容なんかあかんなくったって覚えりゃどうにかなったんですよだって同じような問題が出たから,えだから昔の僕らの時代の財評の理論っていうのは暗記だったんです理論という名の暗記ってよく言いましたもん僕ら, <laughs> だから理屈じゃない、ね、僕らの時は暗記だったでも今本当にね考え聞くようになってますよ 考え機器になってるってことは学者の先生方が問題を作りになるときにやっぱり新聞の形今まで出たことないような聞き方いっぱいしてきますそうするとねえ理論を昔ながらの丸暗記でどうにかなると思ったら大間違いだから理論の方で点数を詰めれるようにするそれはもう大事なことだとは思うけどもその判断根拠がね計算が取れないから計算問題ができないから理論で頑張るってなった段階で ちょっと言葉きついかもしんないけどその年の試験財票ちょっと厳しいですよ多分厳しいです計算できない人財票受かんないですいだそれぐらいね今の財票ってのは計算重視なんです計算でしっかり点数取って理論で大きく落とさないこれが基本のスタンスこれは私どもでやっていただくかどうかは別にしてね一つ皆さん、まあ、参考程度という形でいいんだけども、ね、せっかく税理士勉強されるんだったらどっか頭の中に入れといた方がいいですよ ね、これは本当に意識した方がいい。まあ、どうしてもね理論の方のが日々の例えば月齢試験うちでも月齢試験ありますしね直前期の当練とか理論の方のが覚えれば、まあ、そこそこ点数取れたりするからちょっとやっぱ楽な感じがするんだよね。だ計算に苦手な人ってどうしても理論に逃げたくなるんだけどね本当に理論に逃げるとまずいですよ。で理論メインで僕は勉強するんだ理論重視でやるんだっていう人はどんなに少なくても。 計算問題でやっぱり30点ぐらいいは取れないダメだね僕はそう言ってる常にこれ計算問題で50点拝点されるんだけど、まあ、どんなに少なくても理論重視でいきますよって人でもうんそうだな30点前後加減で言ったら27ぐらいじゃないですか2727 27ってまあ僕はちょっとあんまりそれでいいよとは言えないけどね うーんやっぱ30だな30ぐらいやっぱり取らないとね怖いよ。でその上で理論重視しますよこれはいいです。ただ、まあ、ちょっと意地悪な言い方になるかもしれないけど計算50点でしょその中でね計算が20点しか取れない人が僕理論で頑張ります。受かんないです。無理です。無理無理。なぜか僕が担当するこの母材小田のクラス えこれ皆さんにもどうせどうせって言ったらいいですけどお伝えしますから僕のクラスはえここです財務諸評論は計算での高得点の構築これを目標に講座やります僕はもうずっとそれでやってますで私のクラス母材横断クラスの目標点は常に一定です第3問計算はどんな時でも40点以上おこれを目標に据えてますでご承知の方もいらっしゃると思うんですけどまあ2022年の試験 2020年の試験は結果を挙げてみたら財務諸評論の合格率が15%ぐらいかなで簿記論がね珍しく20%ぐらいいったんですよ。簿記論の方が高くなったそしたらねそれこそネット界隈とか私の受講生さんでも言っ,言ってる方いらっしゃいましたけど財評の方が難しくなったっていうのがわって出たんですけど全然全然それは現状認識間違ってると思うね財評の方が難しいわけないじゃないですか簿記論の方が難しいですよ。 で率がそうなったから言っちゃって財布難しくなったでわーっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど全然違います全然違います計算の難しさはボケの方が難しいですじゃあなんで財布の方のがねのの方のが合格率低くなったの簡単な話です計算できないからですよで財布だけやってる方々って別にバカにしてるわけでもなんでもなくてやっぱりね計算ってそこまで深いものやらないんです 財務諸表論の計算のレベルって簿記論より低いですから、そこまで計算のレベル高いことやってないのよ。で、そうすると、まあ普段の勉強がそうですから、あのー、ちょっとやっぱり量が多くなったりしたときに計算の点数が伸びなくなるんですね。計算の点数が伸びなくなるから全体として合格者って減るんですけど、だって今僕がやった2022年の試験、財務の合格率15%ですから、まあ15%だって低くないんですよ。ね、ただそれそれ以前が財務ってずっと20%超えたりもしてたんで。 下方ぶりにちょっと低めになったけどこの時に2022年の試験で私のクラスの母材オーダーのクラスの方々ダブル合格バンバンで出てますからでさっきご紹介したこのねパンフのところで合格体験記を書いてくださってる女性の受講生さんこの方なんかね,ねこの方もダブル合格されてるでその年も計算難しい難しいって人がいっぱいいましたけど私のクラスの受講生さん 合格された方、まあ、当然これれ自己採点ベースですあの合格された方って点数ないんで点数の通知がないんですよ。合格だよしか教えてくれない。不合格の時にはあなた何点って教えてくれるんですけどあの合格の時には点数分かんないです。だからああの試験が終わった後に各予備校なんかが予想配点つけて模範回答を出すんで、まあ、それで自己採点をするんだけどその時にうちのクラスでやっぱりダブル合格してくださった方々あみんな 在票に関してはほぼ全員に、えー、計算得点が40点超えてます。一番良かった方46かな。で一番低かった方ダブル合格された方の中で一番低かったのが39かなで。その方ぐらいですね。それだってまあ立派なもんですよ。受かってんだから。ああ受かってんだから立派なもんだと思いますけど一番低くて39ですね。でそれぐらいいけるんです。なぜならば母材横断の最大の強みはですね。 より難易度の高い母記論を想定して計算能力を身につけてもらうから。だから、え、うちのクラスは常に財標は計算論点は四十点以上の目標を設定してます。いだ、皆さんもそうなる。ね、で、まあ、ちょっと余計な話もしましたけど、はい、これ計算逃げ切り型の受講生に有利な問題がついてます。ね、で、私ども母材横断のクラスの目標は最低四十点です。なんでですか。それは母記論に比べて財標ってのは出題論点の固定化と。 計算レベルの低さっていっていう表現はちょっとあれかもしれないけどこれあくまでも簿記論に比較してってことです。で簿記論の問題に比較するとね財料っての、ね、はやっぱり出てくる論点がある程度決まってます計算問題で。もういつもこれじゃんっていうやつがもう出てくるんで失敗。だから固定化されてんのよ。その中で多少の変動はありますけども大きな分野だったらほぼ固定されてんの。でなおかつ え計算レベルは簿記論に比べれば絶対的に低いです。低いです繰り返しますけどまあこれは難しいとか簡単というのは主観の問題ですから何とも言えないんですが2022年の問題駆動だけどねえ2022年の問題を見た時に簿記論より代表の方が難しいよっていう人はちょっとどうなのかって僕は思いますね。簿記論の方が合格率が高かったから簿記論の方が簡単だって言ってるのかもしれないんけど全然全然。全然 その年だって論より証拠うちのクラスの受験生さんみんな40点超えてるんですもんダブル合格ででしょで片方だけ受かったよって人も座標だけ受かったよって人だって40超えてますもん超えますよ超えます超えます全然超えますそれは募金論でででではは難しいけど座標ではできるんですそ,そっからもう明らかな通り座標の方が解きやすいんです解きやすいんですねだから 今の試験がそもそも材表っていうのは計算重視で問題が作られてるんだから理論に逃げないこれ絶対大事しっかり点数で点数を、えー、計算問題で取りだけ取ってであとは理論で補完するっていう位置づけ、まあ、それが基本的な戦術特に母材オーダーのクラスについてはそれをコンセプトに、えー、設定してますでもう今お話した内容にちょっと重複するんだけど私がせ担当させていただく母材オーダーのクラスっていうのはこれ「母期論と座表の計算論点 もう絶対的に簿記論の方が計算レベル高くて財表はそもそもね極端な言い方してしまうと純粋な会計計学に関すする計算能力を問う科目じゃないんですよこれ財務諸表論っていうのは会社法を筆頭とする各種法令に沿った形の PLBS を作る能力を見ましょうねっていうのが財務諸表論の計算問題なの。あります PLBS ってのはあれちゃんと法規法令でひな形決まってて表示のルールもあるんですその法規法令で定められた表示の仕方をちゃんと理解してますかっていうのを問いましょうってのは財務諸表論の計算のコンセプトなのだから PLBS の書き方のルールをちゃんと身につけているかを問うっていうのが基本だから純粋な計算能力を問うとしてないのよだから問題自体の計算レベルはさほど高くないの そこが論点じゃなくて、計算が終わった後にルールに沿って P. L. B. S. が書けますかって、それを聞くんです。え、で純粋な計算能力で言ったら、財務諸論っては、それを求めてないんですよ。書き方の話ですから。じゃあ純粋な会計学に関する計算能力はどこで飛ぶんですか簿記論なんですよ。え?。だって、簿記論も財票もよ、同じように会計学に関する計算能力飛んだったら、わざわざ二科目に分ける必要ないじゃない。一科目でいいじゃない。 なんで試験科目が分かれてるんですか簡単ですよ純粋な会計に関する計算能力を問うのが簿記論だからですよじゃあ財務諸表論は法規法令に沿った公開財務諸表の作成能力を問うって目的が違うから科目が分かれてるんです簡単な話なんですで、その前提で考えれば計算レベル簿記論の方が高いに決まってるじゃないですかひっくり返るわけがないこういうもんなのね。で、こういうもんだからこれねある程度 共通の論点例えば有形固定差の減価償却ってさっきから例に挙げてるんで減価償却一つ取っても論の方の方がが知恵を使う問題が多いんです減価消却関連で知恵を使う問題が多い対して財表ってのは決まりきった計算やれば基本的に終わるんですそういう特性がある。ということは何が言えるか的な話日々の計算の勉強をするにあたってより応用度の高い簿記論を常に想定しながら勉強をやっていけば 材料の問題、当然対応できるに決まってるんですよ。あとは表示の仕方のっけんだけだから。そこの部分に重きを置いて講義をやっていきます。よってのが防災横断の強みなんです。だから全論点にわたって基本的に計算に関してもう重視していきますけども、計算重視でやってきますが、その時に常に計算は簿記論の問題を想定してやります。すなわちよりレベルの高いないし、応用度の高いね。 えー、知恵を使って問題解かなきゃいけないんだよというようなことを想定しながら自計算授業をやってきますんでより高度な知識を身につけていただければ当然材料における計算だって対応力が身につくに決まってるんなんでならもっと難しいことを想定してやってるからこれが母材オーダーの強みなんです。で私はもう徹底的にですねこの10年間母材オーダーのクラス担当させていただいて皆さんに身につけていただくのはよりレベルの高い計算力であるとこれを重視して勉強やっていきます。 だからまあ実際細かい授業をね始まってから聞いていただいても分かるんだけど僕普段の授業の段階でそんなに理論やれと財表の理論をガン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 やれって言いません最初のうちはもう計算と理論のウェイト82か91ですあります勉強時間のうちの82か91もう計算重視それでいいそれでいいなぜならば計算というのはえ 1> 1ヶ月ぐらいいバッと集中しててやっももどうにもなんないこれは長いスパンをかけてじっくりと個々の内容の理解を培っていかないと知恵なんか使えるようにならないんです。っていうことはえ税理士の母ー横断のクラス例えば9月から調校を始めていただいたら9月から始まって明けて翌年の5月から直前切って動くんでえ9月から始まって4月中ぐらいまでは圧倒的に計算重視で勉強していただきたい。 で授業も僕はその前提でやりますえだからもう皆さん方多くの先輩方もそうだけど学習ウェイト自体はあ82か後半3月とか4月になった時に73ぐらいになるぐらいかな計算の方が圧倒的に高いです。えそれで理論対策できるのできますよ。だってしてるもんみんな。じゃあ理論を重点的に回すのいつですか直前期からです。直前期になったら理論にシフトすればいいですなんで9月から 3月4月という基礎期の,授業基礎期の授業ここで徹底的に計算能力を身につけとけば直前期になってから計算を叩き直す必要ないじゃないですか。でしょねだからとにかくそこまでで徹底的に計算能力を身につけて直前期になったら理論にシフトするんですよ。理論の学習ウェイトを高めるんですよ。そうすすれば十分とはできますこれ逆はできないんです。 直前期にな23か月でどうにかなるレベルじゃないから簿記論とかじっくり時間かけなきゃいけない例えばあ去年簿記論やってましたとか去年会計試験受けてましたとかそういう人だったら2ヶ月3ヶ月でも全然どうにかなるかなと思うけどそういう人ってあんまり多くないじゃないですか一般的な人たちっていうのはやっぱそうじゃないからその前提で考えるとやっぱりね 3月4月ぐらいまでじっくり時間かけてとにかくそこで徹底的に計算論点を身につける。でそれでい、えー、直前期になったら今度は理論重視で勉強やっていけば8月の試験の段階で何の問題もなく耐えていきます。で現に先輩たちはみんなそれで合格してるから。ね。でその点を意識して僕授業します。ね。だからまあそれ以外もねい、まあ、とにかく計算能力の向上というのを重きを置いてねということなんだけど私が意識して。 授業を進めるにあたって常に考えてるのはこれです。近年の試験は難易度も高まって出題範囲も非常に広範に及んでます。ただ本試験で合格を左右する論点は高難度の論論点ではないんです。ね、デリバリー部とか連結会計とかね、やたらめったらひねりを聞いた問題なんか別にできなくったっていいんです。みんなできねえから。いい？じゃあ具体的に何が必要なのっつったら極めて難易度の高い論点も含まれてるけどこういうのはどうせみんなできないんで。 合格ののために必要ななはここなんです基本に忠実な論点を積み重ねることで十分合格権に達することはできます。じゃあこの基本に忠実って何ですかっていう途端的な話これね僕よく言うんですけど日照簿記検定の2級までです日簿記検定の2級までで出てきた論点この日照簿記検定の2級までで出てきた論点を税理士レベルまでに引き上げるんですけどもそこら辺の話だけが全部出題範囲のものが得点できれば毎年試験受かってますよ。 嘘って思うかもしれないけど、本当だよ。日商簿記検定の2級までで勉強した領域のもの、これを税理士レベルまで引き上げるんです。ね、それが全部できれば毎年簿記論も財布も受かります。で逆に言うとね。例年、税理士試験で失敗する人たちの共通しているところなんですか？この3級2級で勉強した論点ができないんですよ。できないんですよ。皆さん。 3級の時に有形固定資産の売却の処理とかあったでしょ ?2 級だってやったよね除却とかそういうのも出てるじゃないですか。やったでしょあんな問題は税理試験だと普通に出るんです。出るんです。出るのに間違えるんです。間違えるんです。そういう人が落ちるんです。じゃあ受かる人たちはえそういうとこ絶対落とさないから。 こういうい日照現代の2級までで勉強したこことある論点これを税理士レベルに引き上げるんだけどもそこの部分がしっかりできれば受かるのよ。なぜならばそれができない人がいっぱいいるから。でそういうところができないにもかかわらずやれ連結だとかですねやれデリバティブだとかいわゆる高レベルの論点にばっかり目がいってるそういう人って。で高レベルのものばっかり目いってんだけど別にそれそれでやりゃいいと思いますけどもねそっちが仮にできたって。 32教で勉強した領域のものでボロ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 点数を落としてったら落ちるに決まってるじゃないですか。でしょだからそういう基本に忠実なところをしっかりと取り切るまあ言い方があればこれは授業を通じてねこれができなきゃダメこれは保険でいい明確に僕言います。でその基本に忠実なところをしっかり点数取り切ることで間違いなく税試験を受かります。で逆に言えば知恵を使わなきゃいけないのってこういうところなんですよ。 問題としても知恵を使わなきゃいけないところってこういうところで問われるからだから基礎力固めとかないとできないんですよ。ねで基礎力が固まりきってない本当の意味での理解ができてないのにやれデリバだーとか <laughs> 別にデリバーが悪いわけじゃないんですよデリバティブ取引がどうたらこうたらとか連結の難しいやつだとかこんなとこばっかり追ってるからそもそもの足元が固まってないんでちょっとひねられただけで問題解けないんですよ。だから落ちるんです。ね だこういう基本のところをしっかり大事にするのかね僕の授業のコンセプト、ね、だ常にこれは取らなきゃいけない論点、ね、保険的論点明確にしながら僕授業やります、ね、でそういったところでしっかりと点数取り切っていただければ間違いなく受かりますんで,、ね、でぜひね、まあ、そこは信じていただいて私の授業を続け合っていただけるとありがたいなというように思います。僕のの授業のコンセプトはあくままででもまず受かること当然ですけど で僕は受かるために授業をしますたためめににに授授業業しししまますす試験合格ていだく別に皆さん方に研究していただくつもりなんか全くないし研究されるつもりだったら僕はそんなご指導はできませんで,できませんのでやたらレベルの高い連結がやりたいとかやたらレベルの高いデリバーがやりたいとかやたらレベルの高い企業結合会計合併会計どかやりたいとか中にはそういう興味をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんがそんなこと僕やりません意味ないからそんなもんで試験は受からない言い方変わるとそれができなくったって落ちない 落ちるのは三二級で見たことある論点プラスアルファも含めてですけどそれを税理士試験まで引き上げたときにそこの部分ができてない人たちが落ちてるんですよ足元こそ大事なんですよそれができないから落ちるんですだ何でもかんでもいろんなものに手広げればいいってそういう話じゃないんですだってそうじゃない税理士の主要なクライアント考えてくださいよ中小企業ですよその点意識して税理士試験の問題作ってあるんですよ ね、でその前提で考えた時に中小企業の中でどんだけデリバティブやってますか中小企業の中でどんだけ複雑な連結やってますかそれやる会社だってありますよやる会社だってありますけど日本全国の会社見た時にそれが圧倒的多数ですか違うじゃないじゃあ有形固定資産持ってない中小企業ありますかないよ規模の違いはあったって有形固定資産が全くない企業なんか世の中ないんですあるんですってことは何が言いたいか連結なんかできなくったって税理試験を受かりますただただ 有形固定資産ととかののの話話で間違えてれば落ちますよよそういういことななな、ね、簡単な話なのよだから別に僕は連結がいらないっつってるんじゃなくて連結とかそういう応用度の高めの論点っていうのは基本ができればそれでいいんですそんなんで合否分かれないから本当に大事なところは日常を使うところに決まってるじゃないだからそこのところでしっかりと点数積むことが大事なのそれがしっかりできるように僕はメリハリつけて授業でお話ししますねっ でこれはやっぱりいろんな学校さんでいろいろ考え方があるし各担当によっても考え方あると思う僕はあくまでも効率よく受かるためには何が必要かこれを考えてやりますから、えー、その前提で授業はさせていただくんでまあちょっともうちょっと時間なんでねまとめなきゃいけないんですけどもあくまでも私が担当させていただく母材横断クラスのコンセプトは効率よく2科目合格をすすることで,すでそのためには何が必要かということをしっかり考えてカリキュラム設定はさせていただいてるし 幸いなことに今結果が出ております。2022年までね、特にこの2年間は非常に多くの合格者を出すことができてます。ね、まあちょっとみんなが頑張ってくれたおかげなんだけど。 ねえー、この2年間はまあちょっと急にねあの合格者の数が増えちゃってえって思う僕自体もびっくりするぐらいですけどまあそれだけみんなが頑張ってくれたってことなんですがそれぐらいやっぱり合格者多くの方々受かっていただいてますんでね是非、まあ、皆さん方も前向きにご検討いただいてね「モザイ横断」というものをお考えいただければありがたいと思います。で細かくはねこの横断のパンフレット くどいですけどデジタルパンフでもご確認いただけますんで、まあ、こちらなんかを詳細にご覧いただければモザイオーダーの中にもねよいしょプレミアムとエッセンスって2つのコースがあります。でプレミアムの場合には過去本試験をベースにした問題演習の機会がプラスになってます。でエッセンスはそれがないのね。でそれがない分だけエッセンスのものが少しね 受講料自体が安くなったりっていうのもありますから、まあ、詳細のご案内はパンオフネットの方に受講料等を入れさせていただいておりますんでね、えー、そういったものをご活用いただきながら、まあ、ご検討いただければと思いますし、えー、その過程でですね何かご不明点等があればそこはもうご遠慮なさらずですね、えー、コールセンター等でもメールでも結構ですからあお問い合わせをいただいてね疑問点解消していただいた上で 講義の方ですねご参加いただくかどうかというのをお考えいただければありがたいというふうに思います。はいというところでございましてちょっと長くなっちゃったけどね、えー、とりあえずこれが今回の母材オーダーに関する私の方からのご案内というところでございます。ねまあ、あとはね、えー、実際講義始まりのとと普段はこうやってねウェブを通じて授業を見ていただくんだけどさすがに僕の方から一方通行だけだと皆さん方もなかなか勉強これでいいのかなとかっていろいろ疑問点も出てくると思うのよ。 でねこれ去年おととしからかな始めさせていただいてるんだけどこれ月1回のペースでね私と受講生さんズームでつないでズームでつないで質問会やってますでこれはねあの僕つ水道橋校っていうところで通学の授業やってるんでライブの授業やってるんでこれね、えー、私ども母材オーダーのクラスはだいたい月一遍月齢試験やりますから月齢試験がある日通学クラスの月齢試験がある日に講義終了後だいたい5時ぐらいからかな。 ズームでね、普段学校に来れない方々とまあ私と教室つないでですね質問会やってますでそこでまあちょうど昨日も実はやってきたんですけどもおチャットを通じてねその場その場で Web の受講生さんからご質問いただいてで僕が答えるだけじゃなくて大体通学の受講生さん残ってくれるんで彼でらにもそれを投げてお互い情報共有しながらまあ疑問点の解消を図ったりねどういう勉強の仕方がいいよっていうのがあればね えー、それは受講生さん同士でやり取りしたりそういう機会も設けてますから、ねまあ、そういったものもいろいろ活用しながら前向きにね勉強を進めてっていただいて、まあ、皆さんも無事で、ねえー、2024年度の試験で母材横断2科目合格というのを勝ち取っていただければなと。 いうふうに思います少し取り留めのない話になってしまって申し訳ないんだけどねまあ、こういう前提で、えー、講義の方は進めさせていただきますのでぜひ前向きにご検討いただくとありがたいというふうに思いますあ以上で本日のガイダンスは終了となります長い時間になりましたがお付き合いいただきましてありがとうございましたまあ、ぜひ、ね、1回目は無料聴講等もできますので前向きに、えー、このオーダーのクラスなんかをご検討いただけるとありがたいというふうに思いますあ以上で本日のガイダンスは終了です皆さんお疲れ様でございました